どうもこんにちは、今回はですねまたユニジア製品なんですけども、ユニジアのねテント、スペースドームというものをですねご提供いただきましたので、紹介したいなと思います。こちらのテントがですね2人用のテントになってるんですけども、とりあえず中身を見ていってみましょうか。すごくシンプルな作りではあるんですけども、まずねインナーテントがあって、でフライシート、ポールですね、ポールとペグとロープというものがセットになってます。このペグ使うのかな。で1個だけねこのねテントの注意点なんですけども、これねグランドシートがついてません。グランドシートがついてないので、こんな感じで直接ですね地面に置くようになります。ただちょうどねいいサイズのグランドシートもね、別売りですけどよそのメーカーで販売されてましたので、そういったものをね先に購入して使われるのがいいのかなと思います。この1回でもう使うことないかもしれませんが、この付属のペグでやってみましょうかね。なんかねこれ系のものってのはもうちょっと頑丈なペグをつけてくれればいいのになって思うんですけど、だいたいこんなペグですね。これかアルミのなんかこう、これもアルミなのかな、なんか X 型のペグだったりとかそういったものだったりすると思いますが、石があって入らない。ダメだ、入らなさすぎる。よいしょ、付属のペグはちょっと使い物にならんかもしれないですね。で立て方としてはねすごくシンプルです。単純にね X 型にポールを張っていけばいいだけなので、テントを組み立てたことがあるという方にとっては、何も難しいことはないんじゃないかなと思います。こんな感じでポールを通します。で反対側もですね同じようにポールを通します。で、普通に穴がありますんでここに刺して、はい、これでポールができました。そしたら次にですねフックがありますのでフックをかけます。反対側も同じようにかけます。でこれからがねこのスペースドームのですね特徴的なところです。今ねテントの横幅こんな感じです。ポールをつけて、ポールにですねフックをかけてやってるので、ポールと同じ大きさって言ったらいいのかな、横幅はポールと同じぐらいの大きさになってます。でこのテントがですね他と違っていいところとして、ここにねもう一本ねポールを通すんですよ。こんな感じ でこれはもう一本ついてまして、反対側にも同じポールをつけます。でこのポールをですねつけたことによってですねちょっと横に広がるんですよね。今度逆もやります。こんな感じでですねポールをつけたことによってですね、さっきまではここまでしかなかったですよね。ここまでだったので中に入ってみたら分かるんですけども、上に行けば行くほど狭くなるという作りになってました。ただこのポールが取ったことによってですね見てください、四角形みたいな感じになるんですよ。なので、本来はこのスペース本来このスペースがないのでかなり、圧迫感感じたりするもんなんですけども、このテントに限ってはねその圧迫感が全然ないです。これがねこのテントのいいところ。あとはもうね本当フライシートをかけてベルトを止めたら終わりなんですけども、
あとはね、インナーの金具ですよね。それとアウターの金具、これを合わせると。この金具に関してはですね、4箇所前後で4箇所ついてます。なので4箇所すべてやってあげる必要があります。やんなくてもいいんですけど、フライシートの安定感が違うのでやった方がいいかなと思います。あとね、中にあるところとしてはね、ここにね、こういった感じで紐がついてます。上下に2箇所ついてるんで、紐もですね、結んであげるとさらに安定感が出るという感じになってます。左右に2箇所、前後に2箇所で合計8箇所、8箇所ね、紐がついてるんですが、正直8箇所もあるのはね、めんどくさいっちゃめんどくさいですよね。あとはですね、ここに、付属はしてないんで別で用意しないといけませんが、ポールがあればですね、こういった感じで、キャノピーにできるみたいです。でも僕はそんなしないかな。これはペグダウンしてみましょうかね。はい、こんな感じでですね、ペグダウンしてみましたが、ペグはね、2本、3、4、5、6本、7本、8本、9本必要ですね。ペグダウンしなくてもいいところもありますが、全部ペグダウンしようと思うと9本必要ということが分かりました。この入り口ですね、入り口なんですけども、こんな感じになってまして、で、ロールアップしたりとかしてですね、ここから入れるようになってます。こんな感じになってるんですが、この中のね、ここもね、開くようになってまして、こんな感じで風通しを良くすることができます。寒ければ閉めるって感じで、で後ろからもね、出入りできるようになってまして、後ろの出口はですね、ちょっとまた開き方が変わってまして、こう開くようになってます。で、入り方としては同じですね。ここもこんな感じで開いて、で同じくここはメッシュにすることができると。で寒い時は閉めるという感じで、使えるようになってます。で、一番ね、お伝えしたいところって言ったらやっぱり広さですよね。広いんですよ、このテント。人が入ってみるとね、一番分かりやすいんですけども、それはちょっとね、映像で流したいなと思います。広さとしてはですね、コットを置いてようやく半分ぐらいスペースが埋まる感じなのかな。なので残りの半分ぐらいのスペースは普通に使うことができます。でね、この色ですよね、色がね、いいなと思ってまして、このテントですね、実は今までの動画で色違いのものを使ってました。ユニジアさんからですね、テントを使ってみないかということで、ご提供いただいたんで、使ってみたんですけども、ちょっとね、水色っていうのがですね、これどうなんだろうっていうのがあったんですよね。なんかちょっと流行らない色っていうか、チャモスとかでね、あったりするかもしれないんですが、でも海外メーカーっぽい色っていうか、水色って流行らないですよね、きっと。なので、色をね、違う色にすればいいのになって思ってたんですけども、ユニジアさんからですね、スペースドームこんな感じのテントですよっていう案内をね、URL でいただきました。でその時にね、この赤いテントもあったんですよ。赤とオレンジがあったのかな、オレンジというかからし色というか。で確実にそっちの方が日本で売れるだろうと思って、いや水色じゃなくてこっちやった方がいいですよって話をしたんですけども、なのでね、もうちょっとしたらね、多分この色発売されると思います。 Amazon で買えるようになると思うんですけども、今はね、水色のこの色しかありません。でも絶対に僕はこの色の方が人気が出ると思うんだよな。この赤もね、そんな派手な赤じゃなくていいし、あとね、この茶色とベージュっていうの、
なんかそういった感じのねカラーリングもなんかこう流行りっぽいというか、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、あとねやっぱこれ使ってる人がいないっていうのがいいですよね。人と被りにくいっていうのがね僕はね一番好きですよ。でまあねこうやって張ったテントなんですが、ちょっとねペグを外します。このテントのいいところはねやっぱり自立式ってとこじゃないでしょうか。自立式なので、まあ、少々であればペグなしでも大丈夫なんじゃないかなと思います。一回ペグを全部外してみて、でペグを外したのでこちらですね、同じくユニジアのタープ TC タープの中に小川張りで入れてみましょう。よいしょ、はい、ということでですね小川張りできましたんでちょっと入ってみましょうか。うん、ここら辺に椅子があったとしても結構広いですよ。まあ、ぶっちゃけた話をするとですねこのスペースドーム、コットとか寝床、それで半分中を使って残りの半分をですね、まあ、なんか作業するスペースとか料理をしたりとかっていうことができるので、まあ、言ったらですねこれ一つでもね、まあ、事足りるところはあるんですよ。事足りるところはあるんだけど、まあ、こういったタープを使えばですね、この下で焚き火をすることもできるんで、まあ、これ TC タープですからね、焚き火をすることもできるっていうので、まあ一応ね目隠しにもなるし、まあ、かなりこの自分だけのね秘密のスペースみたいな感じで、キャンプをね快適に楽しむことができるようになるんじゃないかなと思います。ここにもねライトつけられますしね、まあ、空間としてかなり面白い空間ができるんじゃないかなと思います。この小川張りっていうのはね、なんか本当自分の新しい基地ができたって感じがしますね。小川張りするのも初めてだし、このヘキサタープ、僕レクタタープは持ってるんですけど、このヘキサタープなんかこうムササビ型っていうかね、そういったものは持ってなかったんで、まあ、ちょっと新鮮なところがあったりしますね。次回のキャンプとかではね、ソロキャンプとかあとはたこ焼きくんとか、まあ、子供と2人で行くようなキャンプに関してはこのスペースドームとこのタープだけでも十分だったりするかなと思ってます。そうそう、あとですねテントのね上の部分にベンチレーターがあります。ベンチレーターがあるので、まあこんな感じでちょっとね隙間を開けることができるようになってます。まあ、何もしないよりかはマシっていうぐらいかな。こっち側も同じようになってるので、まあ、こんな感じでねちょっと隙間を開けることができます。この中がメッシュになってます。確実にね水色のテントより僕はこの赤い方が好きなんですけど、皆さんはどうでしょうか。ということでね今度からはこういったテントも使っていきますので、ソロキャンプのね動画もねぜひお楽しみにしていただければなと思います。ということで今回はユニジアのテントスペースドームのご紹介でした。それでは